皆さん、こちら、活動しているわけなんです。他に何か質問ございますか？もうありません。はい、ありがとうございます。もうですね、どんな意見も、こちら受け付けておりますので、みんなのことはみんなで決めようというのがその私たちの思いです。なので、この思い、このビジョンに賛同していただきましたら30秒一筆の発表です。よろしくお願いいたします。ではですね、こちら、アンコールが出ましたので、1曲歌わせていただきたいと思います。原発はいるのか、それともいらないのか、富と土で決めよう。富と土、こんな手があるぜ。富と土、こいつは驚きだ。富と土、こんな手があるぜ。ありがとうございます。お気をつけてください。お帰りください。ありがとうございます。忙しい方にも方にも30秒一筆いただいております。学校4人さんにも30秒一筆いただいております。ありがとうございます。写真を撮ってくださっている方もいらっしゃいます。ありがとうございます。原発都民投票のための署名会長がこちらとなっております。毎日新聞でも朝日新聞でも東京新聞にも取り上げていただきました。原発都民投票のための署名会長がこちらとなっております。海外メディアでも大きく取り上げられております。事故が起きた日本で電気を使う東京はどういう政策をしていくのか、誰が決めるのか。野田さんは原発を決めるべきとなって、彼らの原発を決めると思いました。私たちの意見はそこに反映されているでしょうか。反映させることができるんです。これが原発都民投票なんです。私たちは宗教や団体や組合の政治家、そういったものではないんです。私たちの場合は、ただ一つ、原発について考えたい、決めたいだけなんです。